半分が終わりましたけど、いやここからね、まあ、本来のコンテストだったら多分審査員が途中で変わるってありえないんですよ。まあ、これ第1回ということでそこは、ね、ちょっとご容赦ください。柴犬さん気持ちどう、まあ、そっち側に立ってみて。いやなんかちょっと緊張しますね。久しぶりの出演。これマジこの感覚忘れたんですよ。消されちまった。花野選手どうですかここまで。愉快愉快。コメント、あっさ、隣の人がなんか変わりましたね。柴犬に入ったから、俺の目的は達成したもん。当初の目的、それやったんかい。あの他の会社もね、いっぱいいますから、まだ3社ありますから。いや、だってもう、バシキマトリックス無理でしょ。ネーミングで超えられない人だって。エントリーナンバー5、どんこちらです。じゃじゃん。おっ、ふなしショーズ。ふなしショーズ、あ、俺が答えないんやんだよな、これ。ふなしってことは、どういうことだ、ね、頭がない、そういうこと。格ゲームとして、不能ない将棋は負け将棋ってこと。おお、なるほど、確かに。そう、負け将棋ってことは、負けてるってこと。負け逆ってこと。そういうこと。つまり、しょぼいってこと。はい、ということでやっていきたいと思います。エントリーナンバー、ふなし将棋、こちらです、どうぞ。はい、ということで、皆さんいかがでしたか、今の後半戦一発目。まあ、対象って何で見せ方の癖がちょっと上がってきてますね。見せ方の癖が上がってきて、ハートが見えた、ハート好きですよ、やっぱ。あいつこれどういうことかというとですね、この会社負の数が嫌いなんですね。だから全部絶対値つけちゃった、そういう関数でございます。あ、だから負なしなんです。負がないということです。負の数がない、増やして、これはいけたな、これ。負がない、これ絶対値を使った関数の会社でございます。なるほど、はい、これはね、あの受験生結構必見ですよ。そう、すごい後半の方は出ます。一発目こちら、これで、これはそんなに難しくないと思いきや、一つ橋とかでも出てるんですよ。ポイントは文系でよく出題されてます。はいはい、そうですね、はいはい、だから文系の方はこれ一度は絶対解いてほしい。形はシンプルだけど受験生はよく間違えるという、で、上岡先生の評価、受験への出やすさ6、勉強のおすすめ度8ということで、まあ正方形でしたね、これ、うん、これを式で表せるのは面白い。文系数学で特によく見ると。そうですね、はい、反対でも見たこと、反対2013年、確かに言いましたね。おー、来ましたね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 。そういうコメント欲しかったのよ。今さっきちょっと人が違すぎて、素晴らしい。後半に向けて審査員のね、レベルも問われるんで。確かにそうですね、俺の負担が楽っすわ。強靭な2人がいますから。チャンネル主。え、もう一つが、黒丸さんとかはなんかつけてましたけど、見えました。これハートとか、ハートとか、ハート、いいこと言います。ハートの関数、あれよくやっぱで、ハート関数、信州大学で実際出題されています。こちら、多種多様な書き方でハートを記述できるということがこの会社伝えたい。わー、素晴らしいね、確かに。これが伝えたい。要はハートの書き方っていうと、一番左が結構ね、メインで書いてある。そうですね、一番左がメインで書いてあって、一番左確かにハートっぽいんですよ。お前ね、トランプのハートと結構合同なレベルなんですけど、いや、俺はもっとこんなハートが好きだよっていうハートがね、いろいろあるんです。いや、すごいな、それ。極端で形がすごい綺麗。しかも、確かに。でも、単純だけでそれいけるの、ちょっとすごいですね。俺は。まあ、これ伝えてほしいって言われたのが、絶対違うグラフは高確率で対称性になるよ。てか、まあ、ならざるを得ない。ならざるを得ないよ。で、あの、この一番右ね、これ T だけが変数なんですね。いや、それはすごいです。これ T を変化させると、ドキドキしてると。ドキドキしてる。そこの次だと1個でいけるんですけど、これ極端にだからできるわけだから、本当にだから、あの今柴犬くんはこれぐらいドキドキしてるかもしれないですね。もうちょっと早いかもしれない。心拍数もっと早い。けど登場する前が一番やばいです。すらすら今は大丈夫。上岡先生のコメントってのもありました。出るかと言われたらに、勉強した方がいいは1です。でただ受験も恋愛もうまくいくといいですねというね、予備校教師から帰ってきました。ということで5番目のふなし将棋さん、評価どうぞ。せーの、はい、16、22、22、21、ようやく普通の点数が並んだ。101点ですね。おー、100点超え、経点超えました。いや、誠に残念なことに、エド・シーランさん脱落と。あー、悪くはなかったですけど、はい、でも、スーさんは2点なんですよね。まあ、そうですね、これもしかしたら信州みたいな感じで初等関数でもっと美しいのがあれば、出る可能性あるんでね、ぜひ受験産業の方には期待したいですね、やっぱり。
何の話してんの誰に向けて、誰に向けて話してんの。やっぱね、あのやっぱ素晴らしいハード関数で、やっぱ受験生にもね、まあ、親しみ深いハード関数が僕ね、出ること期待してるんで、やっぱり。じゃあ柴犬くんの話聞きましょうか。受験高いんですけど、はい、まあ、確かに出る頻度で言ったらそんなに高くないんですよ、はい、ただ練習してこないと多分本番できないと思うんですよ、はい、ちゃんと練習はしておいた方がいいっていうんで6をつけました。あの先ほどの方とコメントしてください。先ほどの方とコメントが違います。コメントといいコメントしてない等しいですからね、正直。はい、ということで、じゃあ我々ねエントリーナンバー6いきたいと思います、はい、こちらのブランド名こちら、はい、どどん、盲点、はい、こちらでございます。盲点バーチの頂上作ってそうですね、盲点はやっぱそっちですよね。盲部の息子ですよね、やっぱり。盲点ってことは、逆に言うからめちゃくちゃシンプルなやつが来る、来たり、まあ、そうなんだ、意外と忘れがちな関数ってのはどうなんすかね。やばいんだろ、これ。そうなんだ。じゃあ見ていきたいと思います。ということで、エントリーナンバー6、盲点どうぞ。やばい、これ。あ、幼児の音みてぇな。盲点ということで、エントリーナンバー6、盲点でございましたね。一見忘れそうだけど、パッて出たら間違えるよね、みたいな問題を扱っております。これ結構意外と安直でしたね。はい、これも安直なんです。確かに。で、あれはね、ガウス記号はガウス記号は出ねえよ、それは本気です。ガウス記号は出ねえよってみんな思ってる。まあ、ガウス記号は出てますね。でも出る、いや出るって書いてある。まあ、そうですね。こちらですね、XY 小なり1という。これはなぜ入れたかというとですね、これはね、あの予備校教師からのあれ一言もありまして、これ普通に両辺 X で割る人がいそうという。いやー、それはまあ確かに盲点ではありますね、間違いない。これ分かりますかね、 XY 小なり1を解こうとして、なんか両辺 X で割りたくなります。とりあえず X が正か負か分かんないですね。 X が正か負で場合分けしないと本来は割ってはいけないという。次、こちらですね。いや、これやったなー。でこの数もこれは結構懐かしいっていうか、全金線で一つ関数を使いたいと思ったんですけど、この会社さん、はい、この関数を全金線かけたら大体かけるっていう。まあ、間違いない。あるらしい。全金線4つありますもんね、これ。だから全金線を求める関数の練習はこれでよしと。上岡先生からの話で、 x-1 分の x 2乗と x の2乗のところを1ずつ減らしたら、相加相乗でミニマムを求められるっていう補足情報を得ました。それ、あ、確かに確かに。あの x 分子割る分母するんですよね。そうですね。プラスでもう一つ紹介すると、こちらガウス関数。おやばい、やばい、沸騰してるんですね。等高大で類大出題あります。関数でですか。関数でなんです。関数で、あので、シグマの k イコール1から n までのルート k のガウス記号っていうのを足してくださいという問題が投稿台で類大出題されてる。ああるな、見たことあるな、それ。見たことあるんかい。調べたぞ、わざわざ。198ぐらいだよ。はい、ということで、評価いきたいと思います。エントリーナンバー盲点、せーの、どうぞ。11、30、お、満点出ました。30、20、16、16、OK。 93点。おお、意外と超えない。もうこれがなくなってます。これ7、フラジ将棋と、天使守谷決勝進出、決勝進出、天使守谷、決勝進出、天使守谷、天使守谷、やっぱり王道ブランドです。王道ブランドです。王道ハイブランドやから、王道ハイブランド。最終エントリーナンバー鳥でございます。大鳥だよ。ブランド名こちらです。こちらでございます。ニュー、ニュー、これは今波長か、波長じゃね、振動数か、振動数か、振動してるような算数じゃない。あ、なるほどね。普通にあれじゃない、新しいって意味。新しいって意味もありますね。ではどうぞ。万字、万字、万字の関数、どういうこと。全然わからない。何、関数の関数がない。え、どういうこと。何、何、何、どういうことですか。ちょっと頭悪くなったの、急に点数下がったよ、ちょっと。何、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 関数、何これ。何、何それ。俺には未来が見える。どういうこと。おい、なんだ、なんだ、どういうことですか。一番難易度高い。やばいやばいやばい、誰も上がってない。これ最後にコマーカー来たぞ。はい、こちらこの会社のもっと新規性でございます。新しいというね。あ、なるほど、新しいという言葉のニューです。皆さん、じゃあまずね、ブランドの説明する前にこの問題見たことありますよね。
この問題。なあ。この問題ではありません。なんでこの問題が静岡大学で出るかというと、静岡に富士山があるからですね。そうですね、超有名問題です。ということで、今回この会社、他の大学がもしこういう自分の県をモットーにする場合、どういう関数になるのかっていうことを我々めちゃくちゃ模索しました。じゃあまずね、一つ目から見ていきたいと思います。はい、大阪大学といえばワニじゃないですか。まあそうですね、ワニ、間違いワニ。他は以上、あ、いいよ、あれちゃん、大阪大学といえばイチョウですよ。そうですね。はい、だから我々イチョウ作りました。こちらでございます。おー、すげー、すげー、結構シンプルな、ね、関数はかなりシンプルに、これ初等関数で記述しております。めっちゃこれ反対のイチョウに、これ色まで似てる。この会社何がしたいかというとですね、俺たちが作ってやるからお前ら出せと。あ、なるほど、そういうコンセプト、会社そういうコンセプトで集中してるんや、ロゴを。そう、なんかこれも褒めてほしいのが、これだけの関数でイチョウを描いたよっていう。確かに3つで綺麗ですね、確かに。じゃあ他の大学、じゃあ反対だけなのか。京都といえば、まあ金閣寺とかお寺とか、ね、あ、なんて言いましたか。お寺、お寺、あ、万字ってことか。お寺、あー、なるほど、お寺ですね、寺の地図記号。じゃあ我々、作りました。 N を1から10まで変化させることによって万字になります。ちょっと見てみましょう。変化させます。はい、変化しました。これがこうなって、すげー、こうなって、こうなって、あー、すごい、こうなって、こうなって、こうなっていくと。へー、すげえ、すげえ、マジか、これマジですごい、一から作るしかないやん、こんなん、えぐ。じゃあピロマルさんが着てた服見えました？あ、 S みたいな、 S みたいな、うん、はい、あれなんですけど、こちらはね、静岡大学、島根大学、滋賀大学、佐賀大学の共通点といえば S から、 S なんですよ、頭文字が。だから我々考えました、頭文字が S の関係だ。頭文字が S、 これだけなんかクオリティ低いよね。でも見てください、関数の形こちらです。そんな汚くないんですよ。いや、でもむずいっすけどね、ちょっと何かをするにゃん、何、まだあります。お、鳥取大学、品川大学の共通点といえば、まあ、さっき、まあまあ、地味とかさ、地味、まあ、間違いない、スターがない、間違いやすい、スターは先に出ました。島根大学に世界最大の〇〇があるのご存知ですか？あ、砂時計、おっ、あ、なんで、ごめんの、あるね、あるということで、私たち砂時計作りました。ほら見て、砂がどんどん下に落ちていって、溜まっていく、溜まっていく、溜まっていく、はい、どんどん溜まっていく、最後、徐々にスピードが上がっていく、徐々にスピードが上がっていく。おー、すげえ、関数なんかもうけなけな努力すぎると、これはすいません、紹介したすぎてアークサインとか使っちゃってます。いやいやいや、これはもうね、紹介したすぎて、いやすごい。では行きましょう、うん、エントリーナンバー7のニュー、こちらの評価どうぞ。で17、30、25、29、25、奥26点、高い、126点ということで、まあ、ニュー、なぜそうなったのかでも聞きたいんですけど、反応選手もなんと満点。まあそうですね、答え数的には0点、実際0点ですね。実際0点なんですけど、まあよく見たら30点ありましたね。寿司は、いやでもやっぱり一つの X の値に Y3 つは出せない、出せない。入試じゃ出せないかな、やっぱり僕はそこがやっぱね一番のポイントやったんで、赤チャートにこれ載ってないんですよ。やっぱり4乗あるし、毎回変数でうまくね表されてやったらまだねワンチャンあったんですけど。呼び名選手はやっぱ一応もね、お寺も良かった、中でも番組のやつなかなかね、息を蹴らってるなって思いました。いやー、来ましたね、今日やっぱりいい調子だよね。いや、今日いい調子ですね、いい調子ですね、はい、いい調子ですね。じゃあ最後、じゃあ千葉県選手参加して、これの感想どうでした？形はすごい綺麗で面白かったんですけど、なんか実際に入試で出すかって言われたらなんか結構難しいような気がしてて、人が近い、ここ面白い、人が近い、例えばこんな問題どうでしょうかみたいな、なんかまだありません。失礼いたしました。ここまでね、全てのラインナップ出揃いました。この3択、皆さんちょっと選んでください。いやー、どうだろう、これで、ね、皆さんが選んで1人1票を持って、一番多かったのが今回の第1回グランプリ、ね、さあ、今回のグランプリはこいつだ、どうだ。私が選んだのは、定時モリアです。定時モリア、ニュー、定時モリア、ニュー、ということで、今回のグランプリは定時モリア。
ここに落ち着いたんです。先に着いた。いや、俺はね、俺はブランド名にうるさいのね。あ、そうですか。私はちょっとエデンエデンというブランドをやらせていただいてるんですけども、やっぱ俺ブランド名決めるのに、俺ね、4ヶ月ぐらいかかってるんですよね。確かに一回やって、引っかかりましたね、確か。やっぱり一番ためになるのはこれっすよ、やっぱり。これはもう学びが多いです。ここに定時もよりあの関数2つは本当に学びが多いんです。そういいな、そのパターン。だから普通にこれ単体で出ることも多いんだよ。そう、やっぱデザイン性と機能性両方高いんです。そう、両方大事です、やっぱ、うん、と一方でニューを選んだお二方、うん、すごい苦労して作ったんだろうなっていう。はははははは。やっぱ何やか言うけど努力を認めてくれるクリエイターが、さっきちょっとまあいろいろ言ったんですけど、まあでもやっぱり認めるとこはちゃんと認めないと。いい人、いい人、ツンデレ教授出た。僕も本当にあの企業努力が見えてすごい。そうっすよ。やっぱりそのステージモリアがね、あの対象性が高いということで、まあ、対象を取ったのも名付けるから。この関数のブランド、俺の方がもっとすごい定時モリアより強いの作れるぞとか、俺の方が定時モリアよりすごい受験で出る関数を見つけられるぞ、そんな奴らがいるかなと思いまして、今回概要欄で募集することにしました。その関数、12月ぐらいに我々で企画にします。おので、ぜひ皆さんね、あのこれを見て、いやこの大学だったらもっとこんなん出るよとか、なんかそういうのがあれば概要欄のことはね、ぜひ応募してもらえたらいいかなと。そうですね、関数のブランド、またコンセプトでじゃあ募集しましょうか。一つでもなんか2、3個の関数まとめて一つのブランド。そうですね、あのコンセプトだけしっかりね、あのしてもらえれば大丈夫です。あの僕たちはこういうコンセプトで関数を選んでますっていう、うん、そこが選ばれた人呼んでやりたいです。呼んでやりたいです。ここに立ってもらってね、やりたいです。